の犠牲を経て、貴重な宝物を手に入れたが、それを運ぶ途中の吊り橋で足を滑らせて転落しそう。片手には吊り橋のロープ、片手にはその貴重な宝物。それを、もし落としてしまったら、何のためにあれだけの犠牲を出したのかわからない。絶対に、私は今、とても大事なものを失おうとしている。悲痛な訴えだ。天にも届きそうだ。神へ祈り、呪い、叫ぶ。その貴重な宝物は重く、引き上げられない。手が、しびれる。物理法則と喧嘩する、というのは、こういう状況かもしれない。助かる手段はいくつかあるだろう。しかし、どっちにしろ、何らかの幸運を当てにしないと無理だ。誰かがやってきて、それを捕まえ引き上げてくれる。ちょっと待て。その人物が、それだけ持って逃げていかない保証はどこにあるのだろう？ともかく重い。